おお、楽しい。バコーン。おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。デプスから新しく登場したヒュージペンシル。ね。このルアーをね、使ってね、釣りに行ったところを、バイト連発でなかなかいい釣りができましたよということで、まずはこちらをご覧ください。よっしゃ、食った。おー、ヒュージペンシル1投目やべえ、船長やばいっす。あ、すごい、いえ、船長丁寧に、はい、やります。ごめんね、クロスしてるもん。すげえ、おー、いといた。カメラの角度調整、あ、まだ下についてる、下についてる、いっぱいついてる、やばい、群れだやばい、あ、すげえな、大きい。止めたら浮上して、ボン、なるべく前方向に。あー、了解です。おー、すげえ、くたくたくた、よし、今のはバラしました、ちょっと、すいません。マジか。いや、俺も90。高すぎる。こんな汗。これ2メーター10だ。まあ、1メーター60ぐらい。バコーン止めると、止める。止めるとちゃんと浮上して食ってくる。もう一度。バゴー、止めるとですね、止めてしばらく待ってると下から様子見て食べに来る。確かさっきスーさんがなんかその中にジュース入れてたと思う。よっしゃ、ダメか、止めとけ、止めろ。結構ね、ぐわーって重さが加わってまで、なんなら竿先は動かし続けた方がいい。おー、ナイス。よっしゃよっしゃよっしゃ、ヒュージー
あ、いいね、いいね。あ、バレた。うわ、マジか。むずいね。どうぞ。3発ぐらい出たな。向こう見てたわ。ねえ。返しがエグすぎて全然潰れない。グリグリ回せば潰れる。潰してからグリグリ。うわお。スーさんだ。マジでそれ投げんの。いやでも今しかないような気がするよねそれ。いった。おっしゃ。上ずるんじゃない。でかい。90ペーシ、あはは90ペーシ、あはきた元気、秋の元気っ子。ナイス。トラブった時の回収が大変だ。そうなんいいね。あ、トラブった。おお。あ、絡まってるな。ごめん。
らしい。もう一度。ガッパーン。ついてるよ。あ、当てない。おいおいおめっちゃついてる。よっしゃー、惜しい。もう一回。これじゃ初のボードシーマス。楽しいやつ。楽しい、これ楽しい。とりあえずね、ボードでも。おっしゃ、失敗した。失敗した。おー、めっちゃあー、でかいでかい。今のでかかったね。真下まで来た。今のはでかかった。顔でかかった。今のかけたら上まで見てきたのに。ねえ、真上向いてたって。目の前でヒュージペンシル。いいね、見に来るね。あの見に来た時の何かのスイッチが入るドーンと食いつくんだね。え、出そうだけどね、そのピンク。おっしゃ、出た出た。オリジナルペンシル出た。イエーイ。あ、危ない自分にかかった。オリジナルペンシル。写真撮る。大丈夫。おっしゃ、サバサバ。あ、あ、さすがに。ちょっとやばいかな。あー、しゃしゃしゃい。あー、元気、秋の元気を作ってほしいです。これマジでこれは欲しい。コーラ、ビールも何でも。ダメか。あざーす、あざーす。イエーイ。ヒュージペンシル行きました。いやー、どうすか、ドン。イエーイ。いやー、これはね、サオは自分でこさえてきたね、短め強めの竿、これの初フィッシュが、ダーン。船長ありがとうございます。嬉しい。いや、なかなか出るけど乗らない状況だったんで、じゃあ引き続き頑張ります。ヒュージペンシル。はい、というわけで帰ってきました。これね、
あー、期待のヒュージペンシル、この白パターンにぶつけたらどうかなっていう感じでね、投入してみたところ、なかなかね、バイトがいっぱい出てですね、脳汁出まくりの楽しい釣りができました。千葉県のですね、林雄仙さんにね、お世話になって、最近よく釣れてるよっていうことでね、乗ってきたんですけども、結構ね、短時間でね、この巨大なルアーにね、ガッパンガッパンね、巨大なシーバスが飛びついてくれて、まあね、釣り上げたのはね、まあ、ちょっとバラしたりもして、75センチぐらいだったかな、1匹ね、このルアーでは釣り上げることができたんですけども、まあ何にしてもね、その船べりまでついてくる、そんなね、魚の反応を見るだけでもね、大興奮なんで、今ね、シーズンがちょうど始まったぐらいですかね、状況によってはね、夏ぐらいからね、タイミングタイミングで、でかいペンシルベイト釣れていたようなんですが、最近もね、急に青潮が発生したりして、ワンバイトをね、で坊主で終わった日なんかもあったりして、ただね、この行った日はですね、具合よくですね、まあなんとかかけることができて、でね、楽しむことができました。で、使っているタックルなんですけども、まあこんな感じで、この城の時期にね、いいんじゃないかなと思ってね、自分で作ったですね、こんな感じのロッドね、6フィートぐらいでトルザイトのね、大口径のガイドを乗っけてダブルフットでみたいな感じでね、作ったんですけども、実際にね、魚をかけてみたのはこのヒュージペンシルのあの1匹がね、初めてだったんですけども、非常にね、具合よく、まあ何よりもまあ6フィートなんで、だいたいね、この手の釣りやるときね、ごっつい道具でやるんで、体がね、もうバキバキに疲れちゃうんですけども、結構ね、バランスよくね、作れたんじゃないかなっていうことでね、疲労感もね、そんなになくね、楽しむことができました。で、これね、リールがね、これ大迫力でしょ。ちょっと古いリールなんですけども、レボのビッグシューターコンパクトっていうね、アブのね、リールなんですけども、こんな感じで、でもね、塗装もハゲハゲでね、なんだろうこれはっていう、なかなか貫禄のある感じに仕上がってきたんですけども、こいつがね、もうドラグもね、具合いいし、あとなんか当たりが出てきたのか、すんごい飛ぶんですよね、投げやすい、トラブルが少ないっていうことで、ね、この竿に合わせてね、リールの方は、このね、レボビッグシューターコンパクトっていうね、これまあ中古なんかで売ってたらね、結構ね、お求めやすい価格で、まあ太い糸も結構ね、ちょうどいい感じで入って、何よりもこの持ちがいいっていうかね、まあベアリングとかもね、だいぶ錆びてきたりしてるんで、ちょっとね、変えてみようかななんていうふうに思うんですけども、全然ね、飛びのところでは不満がないんで、今のところね、ほぼノーメンテで使っております。で、糸はですね、こういう感じで、あの PE ラインのね、8本寄りのものの、これね、5号だったかな、5号ぐらいの PE ラインね、もうね、2シーズン前ぐらいに巻いたやつだからね、4号だったっけな、5号だっけな、6号じゃないよな、みたいな感じで、使っております。そんで、このね、リーダーのところがですね、これは80ポンドのね、リーダー、フロロカーボンだったと思うんですけども、80ポンドのリーダーを FG ノットでね、結んでっていう感じで、メインラインが PE のまあ4から5号で、多分5号じゃないかな、太さ的に。それに80ポンドのリーダーを、ちょっと短めですね、もうここからこれぐらいね、ちょっとね、短めに、もうこの、なんだろう、アクションさせた時に絡まないぐらいっていう感じでこさえてあって、で、こちらですね、ヒュージペンシルベイトを使っております。で、このヒュージペンシルベイトね、あの使ってみての感想なんですけども、この音がすごいんですよね。で、この音どうかなと思ったんですけども、結構ね、そのこれでガロン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 鳴らして、で、プ
カーンって浮かべとくと、なんだって見に来たね、シーバスがうまいことね、反応してくれてたななんていう印象です。これのサイレントモデルなんかもね準備されているっていうことなんで、そちらも合わせて楽しみなんですけども、なんていうかこの手の大きな買いやすいルアーでいうと、あのラッキークラフトのサミー198とか、あとはまあメガドックとかあるんですけども、なんだろう、メガドックに、あのサミーはね結構ガコンガコンうるさい音するんですけども、そういったサミーっぽいやかましさを追加したような感じですかね。浮き姿勢とかは結構ねメガドックに近い印象、操ってる感じもメガドックに近い印象なんですけども、サミーっぽいハイアピールなですね、こういう音が追加されてるよっていうね、そんな印象ですね。で何よりもですね、ちょっとまあまだね出たばっかりでちょっと買いづらいんですけども、値段は非常に買いやすいね、3500円前後のまあ税別っていうね感じだったと思うので、およそまあ4000円を切るぐらいの価格でこういったマグナムペンシルのね釣りが楽しめるっていうのは非常にありがたいんじゃないかなね。ハンドメイドっぽいねウッドのやつなんかも1万7000円近くするねやつとかも登場してますから、まあ信頼のデプスで、それでもってね、4000円前後で買えるっていうのはね、非常にこの手の釣り始めてみようかななんていう人には何よりもね反応いいんで、おすすめのルアーなんじゃないかな。結構ねデプスならではな感じでね、ごっつい針がついてるんで、まあ、ここのところねあれこれバーブ潰した状態で使ってますけども、ここら辺をダブルにしてもう少しね細軸の針になんか自分なりには変えてみようかななんていうね、まあ使ってみて、まあこれはもうねあの吊るしの状態で使ってみたんですけども、ちょっと針のところとかを調整してまた使ってみようかななんていうね一回使ってみて、感想がございます。でまあいい感じでねこうフックサークルなんかもついてきて、これがねまたね使い込んでね、まあなんだろう、人によっては塗装弱いよなっていう人もいるかもしれないですけど、この手のルアーねほんとこう使って使って自分だけのね歯型とかねフックサークルとかでボロボロに仕上がっていくとね、まあこれでいっぱいできちゃうぞみたいなね、そんな感じのルアーでもあると思いますので、引き続きねドッグウォークドッグウォークさしてね、さらにこう傷傷のかっこいいルアーに仕上げていければななんていう風に考えております。はい、でまあね竿の方なんですけども、これねあの巣ごもりの時にねあの自分で作ってみてね今使ってみているんですけども、なんかねお好みの仕様でねこうやってね、竿作ってみてそれで遊んでみるなんていうのもね、楽しいんじゃないかななんて思います。こちらはねどういう感じでね竿作ったかなんていうのもねあの YouTube の方にまとめていきたいと思いますので、とりあえずね魚をかけた感じは非常に良好でね、あー作ってよかったとね、なんかちょっとサイドワインダーっぽい感じでしょ、なんかね作ってるうちにねあーこんな部品あるんだなんて合わせていったらねこんな感じの仕様になったんですけども、非常にねルアーが扱いやすくてお気に入りの一本となっております。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、デプスの期待の、ニュールアーですよね、ヒュージペンシル、これをねあの林優先で投げ込んでみたところ、バイト連発で楽しい釣りができた、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。